そのまま行っちゃう。いい、いいっすね。いや、これ、ゆうやくん買っちゃいそうじゃないこれ。これはいいですよ。センター、これやばいっすね。笑ってます。この感じでさ、なんかライジンの人が触ってるような感じ。ああ、あったね。今吸ってるのがライジンって手に入れる。振動的にどうなの？すごいな。いや、なんかちょっとだけ後ろに行くんだとしたら、ここら辺止まりますし、あ、これすごい、自由は効きますね。すいません、すいません、あ、買いますよこれ。買いますよ、シンタが買います。めっちゃ困ってる。いや、マル先輩ね、本当にね、ひどいっすよ。俺、ヨギ号から案件来るから。でも、あの気温だと悪くない、シンタ。これとかもそうなの。これ可愛いね。あ、でもこれ、あ、中ヨギ号っぽい感じなんだ、うん、しかも軽い。感動的なのが本当にここの中に入ってこうやってできてることが嬉しい。嬉しいね。嬉しいですね。ありがたいですね。ちょっと皆さん見て、こっちの、いろんなアニマル柄。アニマル柄、あ、ここら辺いいっすね。これ2980円ですね。これ、試合前に使えない？試合前に使うかもしれないですね。可愛いっすね。ヨギゴさん、はい。ヨギゴ気持ちいいっすね。気持ちいいね。私、うん、ゆうや今付き添いで来てるんですけど、ゆうやもう買うみたいです。これはナイスです。嫁が場所が邪魔だって。場所取るからやろ。ちなみに、ちなみに瞬間で買います。今なら3人今9000円カードで案件決まって大丈夫。今超断捨離してるから、ね、超断捨離してるから、ね、ベッドいらないじゃないですか。あれでいい、この上で寝る。それはそうだね。これでずっと寝るの。目が泳いでる。これ左キャラになってるの。枕もいらない。枕もいらない。あっちとか見たい。あれあっちとか靴はダメですか。靴はダメです。ここ、これ超でかい。あ、気持ちいい。今やばい。うん、これでもさっきのでかいっすね。これ全使えるもん、ね、はい。しかもヨギボーさん撮影で使えるのってなんすかね。ガレージで撮影するじゃん。いや、別に普通の方でもできるから。セットで買っちゃえば一番ないですよ。全部買ったらいっちゃうんじゃない。タボが笑ってる。マジで、タボマジで。ソファー買ったと思えば。いやでもソファーも考えてるんですけど、家のベッドを今次の引っ越すところ置けないんですよ。だからなんか布団の方かなと思う。これだとちょっとでも寝心地というかどうなんだろう。多分、まあ、ベッドには向いてない。ベッドに向いてなさそうですね。用途ではないから。そうそう、ちゃんとなんか大丈夫になってきました。これいくらなんですか。14万。え、書いてない、書いてない。まだこれ買います。またそのノリ来ました。すいません、こちらはいくらですか。この下の、はい、税抜き59,800円。59,800円買います。あ、でもそれぐらいの感じっすよね。このでっかいのはちょっと今このノリで買うぐらいのものじゃないっすよ、ね、すいません。ノリで買わせるとすいません。やっぱダメですね。そこが何してるじゃないですか。足がいる。あ、スイスね。チーム自分で支えられればいいんだよ。そうですね。ありがとうございます。いつも言ってくれてるんですけど、自分の夢を一緒に支えて、いや、そんなものことしましょう。すごいせっかちだね。はい。話違う。せっかちで本当についていけないとこあるけど、はい。ありがとうございます。せっかちでついていけないとこあるけど、よし、行きましょう。はい。大丈夫です。大丈夫です。よし、行きましょう。よし。すごいすごい方とお会いしました。マル先輩の同い年ですか。あ、マジか。っていうことは、今僕38。あ、じゃあ自分の人としてやったんだ。あ、本当ですか。そうだ、原ちゃんさん同い年。あ、もう館中のここに名前あった方、名前なんですかね。横島くんです。
ぶり。わお、こんな巡り合わせないですよね。すごい恥ずかしい。どこしか何あるんですか。はい、今あ、そうなんですね。すみません、なんか急にお声掛けしちゃって。なんかすごくも、はい、見てくれてるんですか。あ、本当ですか。あ、またぜひ見てください。ありがとうございます。はい、多分見てる。多分新しいの。あ、私はトラックチャンネル、あ、トラックチャンネルも今2人でやらせてもらってるんですけど、それも登録してくれてるということで、ごめんなさいね。はい、明日もちょっとさせちゃって、はい、すみません、ごめんなさい。でも、はい、横島だけじゃなくて他にもいろんな人がね、うろうろしてるだけで、やっぱ地面がちょっと出てきたのかな。でもさ、ごめんね、逆だったら横島できないでしょ。恥ずかしくできないでしょ。すみません、ありがとうございます。ありがとうね。言ってるそばから、あ、トミーって言ってる。俺たちのおそらくバックさん言えると思って。最初に、彼女の方から、変な人いたよ。当たりたい。間違いない。いや、しかもノリがいいですし。あ、ちなみにお名前はちょっと。下の名前です。下の名前です。イサミです。イサミくん。イサミくんです。はい。サーヤです。イサミくんとサーヤちゃん。あ、サーヤさん。お願いします。どこから来られたんですか？厚木です。厚木から来られたんです。厚木にはララポってないんだよ。ガラフォーないですね。隣にエビラが。そうですよね。エビラは。エビラなんだ。で、もう一個気になったことがありました。ピアスに入ってるんでしょ。ワンポイントです。ワンポイントです。ちょっと見せてください。いやー、ダメです。ああ、そうなんです。ワンプライですか。もう透けて、なんか見えてるよ。いや、ダメです。あ、これちなみに。ちょっと待って、ワンポイントじゃないだろ。隠してくれてる。ちなみに、ワンポイントどっか、ここだけになったらいいよ。ここまでがワンポイントだと思って。もうちょっとね、ここだけちょっとズームにするわ。喧嘩が始まりそうな。いやいやいや、どっか何かあったの？あったね。今これから何しようとしたんですか？プリクラ。あ、プリクラ、懐かしい。可愛らしかった。今、いくつですか？21です。あ、若っ！めちゃめちゃ若い。老眼だもん。女装したらも可愛いな。倍来てますよ。いや、ちなみに、彼氏さんだよね。彼氏さんどこに吠えかけな。俺目かなと思ったんだけど、めちゃくちゃ優しそうじゃん。おかたらしいんだったらおかたらしいんですね。ちょっとこういうところかな。パスがない。優しいです。すっごい優しい。だから多分ね、しょっちゅう笑ってるんだろうね。笑いちゃう。そう。喋った時からもう常に笑ってる感じだから、すごいオーラ的にすごいいいですよね。はい。いや、ありがとうございます。すみませんね、急に。よかった、声かけて。ちなみに、あ、いや、何なんですか。それを違うか。いや、大丈夫。イサミ君とサヤちゃんが何か持ってる。名前忘れっぽいかも。さっき声かけさせてもらった方、忘れちゃったんですよ。すごい申し訳ないと思う。僕も多分、この辺に多分ね、福田君が入れてくれると思う。編集の方ですね。プリクラを撮りに行く前にごめんなさい。いや、とんでもない。さやちゃん。ね、どんなラブラブなプリクラを撮るの？ YouTube のコメント欄貼っときます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前は？イサミ君とサイヤちゃん。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤンキーチャンネル。でもやっぱゲーセンはこれっぽい人が結構います。これっぽいというか声かけて高くちょっとどうするいない。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 時代が変わってます。ああ。
なんかもっとヤンキーっぽいのがいっぱいいたような気がする昔。そうですね。すいません、今ゲームセンターを、回ってたら、YouTube 見てくれてるっていう風に声かけたんです。自分たちに声かけたんです。すごい可愛いから。わー、背中落ちてみてくれる。可愛い。バイバイってずっとやってて、そしたら YouTube 見てるっていう風に言ってくれてて、ありがとうございます。娘ちゃんですか？あ、娘さん、娘ちゃん見てる。娘さんはお名前は？むつみさん。むつみちゃん？まつみちゃん、もうせっかくだからみつみちゃんと撮ってみましょうか。すごい可愛いから映ってほしいんだけど、お名前なんて言うんですか？みやちゃん、めちゃくちゃ可愛いから、ずーっとみやちゃん。ねえ、自分も、いや自分も自分だけみやちゃん。YouTube も見てくれる。なんで YouTube？ オリンピックの会を見てくれるか。あ、本当ですか。もし、はい、また見ていただけたら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前すぐに。最初に聞くの忘れちゃった。すみません。最後、ゆかずさん。さゆかずさん、ごめんなさい、ちょっと遅れちゃって。ご了解です。はい。必ず卵まで、ありがとうございます。そうですね。また見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。入ってくださいよ。じゃあ、いきますよ。せーの。ゆかのヤンキーチャンネル。よろしく。ありがとう。ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。バイバイ。かわいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。かわいい。今ちょうど、パークの人にいっぱい。ブラジルのハーフの女の子、かわいい子。かわいかったですね。かわいかったね。見てます。そうそう。またいきなり声かけてきて、YouTube。なんか、オープンカーカーをやって、見てくれた。オリンピックで、なんか、言ってますよ。そうなんですよ。あれをちょっとかけてたんですけど、はい、それ見てくれたんですね。はい、めっちゃ嬉しいです。伊藤博和。伊藤博和って、この伊藤ですか？あ、そうです、この伊藤。あ、一緒ですね。はい、あら、あ、しかも、若くないですか？ 21?22歳。かわいい。嬉しいですね。そして何て何て今日バイト中で今バイトの休憩時間。あ、そうなんですね。どこがバイトとかじゃあんま聞かれてない。ジギル。ジギルなんだ。あ、そうなんですね。ジギルの店員さんが声かけてくれた。嬉しい。あ、そうなんですね。でも上田さんはジギルじゃん。あ、そうだ。だから今ちょっと急いでる感じだった。あ、そうです。すいませんね、なんか聞いてくれちゃって。はい、頑張ってください。はい、教えて頑張ってくださいね。すいません。頑張りましょう。頑張ります。するかな？ヤンキー、チャンネル。店員さん。そうそうそう。ありがとうございました。ありがとう。どうも。どうも。もうやりますよ。ありがとう。来ました、フードコート。丸先輩のは乗せすぎトンドン。乗せすぎトンドン。乗せすぎトンドンですね。どんどん。トンドン。トンドン。ほう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 。ええー、まあ、そう。なんかこれタレかなんかあるの？インサートインサート。インサートを忘れてますよ、丸先輩。すごい。やっぱすごいっすね。めちゃくちゃうまそう。ちなみに自分のやつはとろろタン。とろろ。トロロ牛タンですね。はい、ご飯は半分にさせてもらいました。そういう指定もできるんだ。いや、まあできましたね。マサさんが西盛り丼。うん、西盛り丼ですね。はい、うん、だから肉もう一枚あったと思うんだけど。で、ヒューとか言うと何これ。マグロです。いただきます。めっちゃんくうまそう。お腹すいたもんね。すいました。ちょっとね、食レポとかやってる余裕がない。いや、そうなんですよ。ここから今、終わったら速攻でビッグマン行かなきゃいけないんで。言っちゃっていいの？大丈夫です。はい、もう言っちゃってるんで。柔らかっ。ご飯食べろと。はい、飲んでる。めっちゃ美味しい。どうですか？眠気が吹っ飛んで。うん、
マル先輩、もう24時間以上起きてますよ。やばいっすよ。そのまま通してこの撮影に来てるんですよ。本当よく働かせてもらってますよ。ブラックを。いや、すみません、本当にご協力いただきまして、本当にいつもありがとうございます。でもすごいね、ほんと認知が認知が、あ、そうですね。今日は見せぶらになっちゃったけど、見せぶらになりましたけど、ね、元々予定が中止になったから、はい、急遽ね、ここに来てるわけだけど、認知度がすごかった。いや、すごいっすよね。もうなんか今まで1だよね、過去1だよ、ね、過去1声かけられてますし、しかもなんか声かけられないにしてもあの人っていう感じで、なんかあ、気づいてるんだなっていうのが、携帯撮ってる人もいれば、うん、ねえ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 って言ってる人もいるし、すいません、ですよね、素晴らしい、素晴らしい。いや、これ自分夢見てたんですよ、昔から。あ、そうなん、そうなんです、夢になりたいっていう。そうなん、そうなん、そうなん、だから嬉しくてたまんないです。ありがとうございます。悪い意味でもなく、いい意味でもなく、はい、夢になりたいって。いやいやいや、悪い意味になりたいわけないです。まあ、一番に協力してくれる方々、ほらね、スポンサーの方々もいらっしゃいますし、ねね、本当にあれですね、なんか人の協力なくして夢になんかなれないなっていうのにめちゃくちゃ気づいてます。一人ではね、裏方でやってくれてる方とか、もうまさに丸先輩はもうこの表方でね、演者としてこんな風にやってくれててめちゃくちゃありがたい限りです。まあ、キャスティングの方もやらせてもらってますけど、でも何よりもやっぱ一人に一番近くにやっぱいて、右腕的存在としてね、いるのがやっぱ優也君だったですね、本当に。なんだ、今ここにいるめちゃくちゃ出ます。そうそうそう、こんな話、この街ブラックにするのもあれですけど、本当に優也から始まって丸先輩につながって、そしてマサさんにつながって、めちゃくちゃ本当になんか今動いてますよ。ありがたいです。ということで、これ締めておりましょう、締めておりましょう。本当にせっかくせかすんで、めちゃめちゃ自分せっかちなんですよ。本当にこれ気をつけなきゃいけない。すぐに自分焦っちゃうところがあって、丸先輩すごい優しいんですよ、本当に。めっちゃせっかちで普通ぶん飛ばしてますよ。直属の後輩とか友達だったら、なんかなんか言いたいこと全部言わせてもらってるから、すごくいい付き合いがさせてもらってると思いきや、そういえば先輩だって思う瞬間があって。先輩とかお前ら聞いてる。いやいやいや、もう先輩なんですけど、なんかそれを忘れさせてちゃうぐらいのフランクさというか、優しさ、おおらかさがあるから。だから何あれそれありそう、ありそう。いや、でもまだあるある。いや、ということで、これ街ブラというか見せ場ブラになりましたね。そうだね、残念だったね、はい、今日行く街ね。そうですね、はい、これからまた梅雨が明けたらまたマッチブラとしてね、そうだね、次はね、はい、またね、その次はゲストがね、はい、登場しますんでね。そうですね、マッチブラに、はい、大物ゲストが登場。大物なのか、大物なのか、いや、わからないですけど、大物、いや、大物です。はい、楽しみですね。なので楽しみにしてほしいなというふうに思います。はい、これにコメントもありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、次は、ね、あなたの街で、あなたの街で、はい、お会いしましょう。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。